いや、亀さん、ごめんね。なんかすぐ飲みに誘っちゃってごめん。しつこいのに。あんたの方は仕事大丈夫なのか。ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。お疲れ様です。できる女でやらせてもろてますんで。いいよな、亀さん。でもなんかそりゃお見それして、明るい分いろんなもん抱えてそうだよね。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。せやろ。ネットワークの方は順調なのか？ああ、亀ネットワーク。そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。あ、そうなんだ。よかった。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう？そんなことないやろ。吐き出した方が気も入るぞ。さっきため息ついてただろ。そんなに俺が頼りないか。いや、なんかまあそ、まあそ、うん、そんな言い方しなくてもいいじゃん。さっきため息ついたろ。いや、その気にしたんで吐きし、あ、うん。赤目さんが一番こう吐き出しやすいってなったら一番上かなと思うんだけど。気張れるぞ。無理強いはしないが、吐き出した方が気の晴れることもある。うん、言える範囲でね。あんたの立場の難しさは分かってるつもりだ。そんな時は、木のうろの、出番じゃねえか。その木のうろって何？後で調べとこう。上流は案外お人よしやね。気になることを放っておけねってだけさ。それがお人よしって言うんやって。大きにな。うん、なんか多分言えないことはたくさんあるだろうね。その仕事柄もあるし。上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。いいよ。そうなのか。前に上流聞いたやろ。赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ、うちな、おまは歌手になりたかったんや。あ、そうなんだ。歌手に？それがネットワークと関係あるのか。でも確かになんでつながってんの。そう思うやろ。うん、でも終わりなんや。終わり？え、赤目ネットワークと歌手。もう何年前になるやろ。うん、うちは裏社会とは何も関係ない、ただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。すごいね。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。まあ、難しい世界だよね。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからね。いや、そうだね。それはわかるな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねて、やっと CD 一枚買うてくれたんや。へえ。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で赤目ちゃんはわしらが売り出したるなんて言うてね。気のいい奴らじゃねえか。いや、ほんとね、嬉しかっただろうな。うん、ずっと寂しかったから、そん時は思わず泣いてもうたわ。いや、なんかわかる。泣いちゃうと思うわ。それからやな、あの人らとつながりができたわ。そっか、なんか恩返ししたいって言ってたけど。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやりとりが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、お、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、うん、ちょっと疑ってしまうけどね。問題でも起きたのか。はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社には
いつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。ほう。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。なるほど。好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。いやもう最悪だな本当に。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。なんかそんなのに潰されるの本当に嫌だよな。なら最悪。心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。いやそうだよね。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。ああなるほど。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな、うん、さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。うん、どっかで見たことない？キャッスルの？まさかキャッスルのあの城は。え、そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。 笑わんといてよ。大人になったんだな。諦めていいのかまだ遅くない。いやでもこれ大人になったって済ましたくないよな。なんか別に諦めたっていうよりかはなんか諦めさせられたというかね、なんかあんまり腑に落ちてないけど、まだ遅くないんでね。そこの金ピカの大阪城で歌ってやれよ。決めつける必要なんてない。まだ遅くはないと思うぜ。うん。上流は優しいね。どうなんだろう、まだ諦めたくない感じするけど。どっちみち叶いっこな夢やったっちゅうことや。なら、なんで今あんたはそんなに浮かない顔をしている？それを言われると弱いわ。前言撤回。上流は意地悪やね。ごめん。ごめんなさい。おい、意地悪したならごめんって言え、おい。成り行きもあったとはいえ、赤目ネットワークは今のあんたにとって大切なもんだってことは。いや、そうなんだね。赤目ネットワークも大事そうなんだよ。欲張っちまえばいいんじゃねえか。欲張る？仲間も守るし夢も追う。あんたくらいできる女ならできないことじゃないだろう。上流。これまでの苦労も知らんで勝って言うてくれるわ。ごめんごめんけど、ごめんごめん。他人の特権だ。そうだね。でもお気にね。やっぱり上流と話してると少しだけやけど気が晴れるわ。うん、そりゃ何よりだ。どっかでね、まあ、これきっかけに少しでも考えてくれると嬉しいよな。手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。うん、多分一人だったらこの考えにはポケサーで遊べるようにどんどん遊べるようになっていく。いや、これきっかけに赤目さんがこうちょっとでも選択肢というかね、それが広げられるといいよな。これはこれ喋りかけたらさ、私サイドストーリーも気になってるから見たいんだけど、どうなんだろう。なんかもう一回飲みに来そうな感じもしない。上流待っとったで。あ、なくなるんかーい。じゃあこれでちょっと差し入れ取れると渡したかったんですよ。
ょっとタバコ切れててん、さすが気ぃ利くな。サンキュー上流。で上流、これでちょっと赤目ネットワーク見てもいいですか。さすが上流やな。お、ありがとうございます。で依頼も多分増えてるよね。あ、出た出た、金玉7つ暇があったら集めてね。今でも3つぐらい持ってんじゃないかな、被害を食い止めよう。この辺もちょっと見たいけど、どうしよっかな。ちょっとやりたいこともあるんだよね。投資もこの辺とか。お、竜の晒し、これいいんですよね。めっちゃ攻撃力とかも全部上がるんでしょう。いや今買っとってこれいいかもしんないな。最強晒し16,000ポイントでしょ。あるはあるもんね。うん、ちょっと竜の晒しはこれ買っておこう。これ防具をしっかり買って、ちょっと依頼も1個だけ、まあ見つつちょっと行きたいとこもあるから、被害を食い止めよう。何の被害ですか。はあ、なあ上流、今ちょっとバカし時間ある。どうしたん、そんな困り顔してる。絶対にちょっとじゃ済まないって顔してるぜ上流。話早くて助かるわするって言ってないよ。あのな、一つお願いあるんや。一応話は聞こっか。おおきに。おおきに。最近ここらでホームレス狩りが出とるのは知っとる。ホームレス狩り、ホームレス狩り、仕事に被害が広がっとってな。ネットワークの仲間にもちょいちょい被害が出とる。ふざけんなやめっちゃ切れてる。せやから上流に犯人探してもろってきっついお給ついてほしいやん感情爆こもり。やれやれ、聞いちまった以上放っておけねえ話だな。分かったよ。よろしゅう頼ますわ。上流ならそう言ってくれると思ったで。大きいな。現状で何か犯人の手がかりないのか。今んとこはまだ何も。でも一つ気になる情報入ったんや。なんだ？あんな？ホームレス狩りが始まったら同じくらいのタイミングから街でいない顔がホームレスの人たちに接触して回ってるって。見ない顔、よそ者かもな。せやね。多分そうやな。なんややたらとガタイのいいゴリラみたいな男らしいわ。え？ゴリラ？ん？ゴリラみたいな男？あのね、そのゴリさん今日も目撃情報があって小福町の工事現場あたりで見かけたって。小福町の工事現場か。分かった、関係ないかもしれんが、他に手がかりもね、行ってみるか。それじゃあ頼むわ。ゴリラ頼んだで。え、そういうやね、竜の男なんで全員ゴリラみたいなやつじゃないですかじゃあなんか赤目さんの言ってたさ、あのサイドストーリー依頼案件のゴリラみたいな男でやろう。いや、まあ察しはついてたんだけどさ、ゴリラでしょおい、カイトあいつ、その点盛りで何してんの。おい、そこのゴリラいや、今一番嬉しいかもしれない、あえて嬉しい人物やってる、あれは。たくよ、関西人血の気が多いのか、こっちは話を聞こうとしただけなのによ。話聞く人は胸ぐらつかまないのよ。うん、ゴリラみたいな男か。赤目の情報も信用できるな。ん？あ、もう、荒い。嬉しそうな顔して。何してんの、蒼天堀で。いや、でも嬉しい、こいつに会えんの。おお、これは間違いねえな。いや、こいつがさ、確かに今思うと竜が如くシリーズに出てくるってなかなかやばくない？待ってたぜ、お前だな。ん？ん？何のことだ？へへ、散らばっくれても無駄だぜ。ゴリラみたいな男、あんたで間違いねえ。うるせえゴリラどの口が。おい待って、お前なんか勘違いしてねえか。ゴリラは言い訳が下手だな。行くぜゴリラマジでうるせえ。嘘こいつ待って、こいつお前が何しに来てんの。強いこのゴリラ強いぞ。そうか、ターボを連れてきてないのかよ。ゴリラ同士の戦いが今始まる。くそか、ゴリラ同士何戦ってんの。待って、かいこちゃん。でも今まで結構いろんなね、サイドストーリーでいろんな人物に会ってきたけど、こいつが今一番嬉しいかも。正直ね、このセブンガイデンのいっぱいね、こういうものがありますよってお知らせをね、見てるときにこれが一番嬉しかったからね、カイトが出てくるっていう情報が。何してんだよ、お前。でも、カイトもゴリラ探してんだよね。
一応このキャラクターがね、ジャッジアイズっていうシリーズに出てくるキャラクターではあるんですよね。驚いたな、思った以上だぜ。おい、さっきから何言ってやがる。ああ、そっちこそいつまでしらばっくれてんだゴリラ野郎失礼なやつ。鏡貸してやろうか。今時ホームレス狩りなんて何が楽しいってんだ。ああ、何は、俺がホームレス狩り。ああ、しらばっくれるんじゃね。チンピラ使ってこの辺のホームレスを襲わせてんのはてめえだろうが。まあ一応カイトも探偵っちゃ探偵だからね、その謎を追ってたのかもな。いや、どういう経緯でそうなったのかは知らねえが、そいつは誤解だ。俺はむしろそのホームレス狩りの犯人を追ってる。何？ん？カイトの兄貴。え？お前もいんのかよ。カイト。もう東、この東くんもジャッジアイズで出てきたキャラクターですね。一人で先行かねえでくださいよ。蒼天堀は慣れてねえんだから。まさか東くんも出るんだ。おわりわり、まあ合流できたんならいいじゃないか。話聞き終わるか終わらないかで飛び出しちまって。依頼来たのが嬉しいのはわかりますが、ちょっと張り切りすぎっすよ。いや、ほらちげえっつの、俺は依頼主に心から同情してたな。いても立ってもいられず嘘つけ、お前はずっといても立ってもいられてねえだろ。誤解は解けたってことでいいか。どうだかな。まあまあ兄貴、悪かった。あんた悪かったの、大人。東くんが大人なんか兄貴が迷惑かけちまったみたいな。いや、ほんととんでもない兄貴を持ってんなお前。おい、お前らどこのもんだ。あ、でも登場会ですよこの人は。探偵だ、カムロ町のな。んってことはターボも多分どっかにいるってことだよね、カムロ町だと。んそういうあんたは何者なんだ。俺はまあ何でも屋だ。ん、何でも屋っつうと赤目とかってやつだな。あ、それも知ってんの。知ってるのか。おう、出張先の下調べくらい探偵なら当然のことよ。お前してねえだろどうせ。星野か八神がやったんだろ。わけやって今俺はその赤目のとこ身に覚えててな。うん、赤目にとってホームレスは仲間だ。ホームレス狩りなんてありえねえよ。なるほど、話に聞いてた通りだな。さあ兄貴戻りましょう。おう、分かった分かった。こいつらもしかしてまた会えんのかな。じゃあな。え、嬉しい。なんか、なんか竜が如くでこの二人に会えるのすごい嬉しいわ。カムロ町の探偵がどうしてわざわざ蒼天堀に。一旦赤目に報告するか。あ、言ってもね、アジムラのホームではあるから、あいつらは。あ、すげえ嬉しい。はい、どうも赤目さんやで。うん。例のゴリラみたいな男と接触した。で、僕もゴリラみたいって言われた。お、早いな。どうやった？カムロ町から来た探偵らしい。ホームレス狩りの犯人をむしろ探しているようだった。それになぜか俺がその犯人だと思われていた。どういうこと？こっちのセリフだ。どっちにせよ情報が足らへんね。襲撃から運よく逃げられたホームレスのおっちゃんがおるらしいんや。小副長に死におるって話聞いてみてくれる？わかった、頼んだで。いや、なんか今回さ、今までの作品のキャラクターっていうのがいっぱい出てくるよな。え、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。もうすぐそこにいるぞ。なんか多分だけど、もう一回カイトー出てくる東はわかんないけど、カイトーは出てくる。クソ、見つかっちまった。いや、でもめちゃくちゃ嬉しい。ほんと、私あのジャッジアイズっていう作品が本当にめちゃくちゃ好きだからこそ今爆上がりしてるわ。この辺か。あの人っぽいな。なんか話聞くのかな。ホームレスのあ、なんか逃げたって言ったもんな。あの、ちょっといいか。ホームレス狩りに襲われたっていうのあんたか。え、なんや兄ちゃん。俺はまた来たし。お前らニコイチかよ。ようまた会ったな。ん、お前らカムロ町探偵をやってるとか言う。カイトーだ、こいつは東探偵ってあんまりこう人に教えない方がいいんじゃない名前って。どうしてここに。偶然ってわけじゃねえんだろ。俺らも同じ目的だからよ。あんたは何でも屋の赤面とこのだったよな。ああ、臨時でそこの世話になってる上流だ。上流さんね。でも言っとけ、登場界の伝説の竜ぞこいつ。おう、じゃあこっちは俺に任しとけ。代わりにお前は依頼人への中間報告しといてくれねえか。いいや、兄貴何度も言ってるけど、俺は探偵でも調査員でもねえっすよ。そうだよね、絶対八神探偵事務所には入ってなるものかと思ってるはずだよ。まあまあ小遣いやってんだし、そう言うなよ。まあいいっすけどね、くれぐれも油断しないでくださいよ。東、カイトを甘やかすな。
甘やかすな、あまりこのゴリラを。おい、同じ目的と言ったな。お前らもホームレス狩りを追ってるってことか。おう、まあな、俺は依頼を受けてホームレス狩りの首謀者を追ってんの。ん、どうしてカムロ町の探偵が。お、確かに、なんでこっちに来てんの。ちょっとこっちにつてができてな、将来的には進出する可能性もなくもね。え？え、どういうこと？蒼天森進出？おう、で俺が下見で蒼天森来たってわけだ。え？下見でいきなり仕事してるのか。探偵の下見ってのはただ街をぶらついてるだけじゃ意味がね。実際にそこで仕事をしてみてこそ下見になるってもんだ。引っ越し先だって1週間ぐらい試しに住んでみろって言うだろ。そうかな。うん、それはいいが、そんな新参に依頼する既得なやつがいるのが驚きだな。おう、蒼天森ぐらいでかい町なら探偵の仕事もやむほどあるだろうよ。多少宣伝したらよ、すぐに依頼が入ってな。それがこのホームレス狩り探しってわけだ。誰から依頼を受けてんの。ええ、なるほどな。だがそれでも一つ気にかかる。ん、何がだよ。うん、蒼天森で赤目の名前は相当なもんだ。そこを差し置いて無名の新参探偵にわざわざ依頼を投げる理由は何だ。そうだよね。でも八神探偵事務所カムロ町でもそこまで依頼来てなかったぜ。いや、さあな、赤目に頼みたくねえ事情でもあったんじゃねえか。ああ、赤目さんには言えないってことか。あんたらなんなんや。確かに、ごめんなさい、放置して。すまない。すまない、ちょっと話を聞かせてもらいたいんだが。おう、こっちもそれを聞きに来たんだ。一緒に聞かせてもらうぜ。好きにしろ。うん、最近ホームレス狩りに遭遇したそうだな。詳しく聞かせてもらえないか。そのことかいな。数日前の夜中のことや、わしらは何人かのホームレスで集まって身を寄せ合うようにして寝取った。お。でな、夜中にしょんべんしたくなってな、一人で近くの公衆便所に行ったんや。戻ってきた時にはもうみんなやられとった。10分もかかっとらん間の出来事や。すぐだ。後で聞いた話じゃ、バットかなんかでボコボコにされた言うて。目的は本当になんていうの、ボコりたいだけ。わずかに金持っとったやつの懐も全部探られて持ってかれとったらしいわ。え、でも大した金額じゃないよね、ホームレスってことは。ひでえな、金目的ではないよね、多分。お前でわしらが何したっちゅうんや。やられたやつらは救急車でそのまま運ばれてったわ。まあそれだけが唯一救いかもしれんな。しばらくはなんぼかぬくいとこで寝起きできるやろ。うん、うん、そっか、犯人のやつら見たか。それがあっちゅう間の出来事やったからな。襲われた連中も何もわからんちゅうとった。ゴリラみてにガタイのいいやつも見なかったか。ゴリラ？いや、わからん。けど C って言えば、お、なんか手がかりあるのか。長いこと生きてきたけど、今まで見てきた中であんたらが一番ゴリラっぽいわ。こいつ、このホームレスこいつ。ゴリラが2匹。いや、変なこと言うてすまんな。いいですよ。どこのドイツか知らんが、わしも犯人なことは許せへん。もっと力になれたらよかったんやけどな。ええ、いや、十分だ。気にしないでくれ。あんた、今夜も野宿か。そやな。何かあったら赤目を頼るといい。悪いようにはしねえはずだ。赤目。ああ、なんかそんな聞いたことあるな。分かった、覚えとくわ。あんがとな、兄ちゃん。いいぜ。いや、いや、マジで困ったら警察に行きな。その方が確実だ。でも、ここでホームレスを仕切ってるのは亀さんだから、亀さんに任せた方がいいと思うな、ゴリラ。まあ、ああ、まあ、そうやな。じゃあ、わしはもう行くから。ホームレスはね、どうしても警察に厄介になれない人もいるから、そう学んだから、カスが一番で。ずいぶん突っかかるじゃねえか。誤解を解けたと思ってたんだがな、喧嘩すんの？普通のことを言っただけだろ。赤目なんてよくわかんねえとこを頼る前に警察行けっての。まあ、確かになんかターボーの教えっぽいっちゃっぽいな。さてと、大したことは聞けずか。お互い無駄足だったみたいだな。いや、そうでもねえさ。へえ。ほんの数分で何人もホームレスを病院送りにしたんなら、それなりの人数がいたはずだ。しかもバットで武装なんかしてたら、夜中とはいえ目立つ集団だ。誰かが目撃してるかもしれない。おい、お前も同じこと考えてたんじゃねえのか。おう、へへ、こいつはおみそれしたぜ。案外探偵に向いてるかもな、あんた。で、これから聞き込みでもするのかい。ええ、目撃者を探してみる。
じゃあよ、俺もご一緒させてくれよ。お前と一緒に、うん、見ず知らずの野郎と釣り合う趣味ねえんだが。まあ聞けよ。お互い同じ相手を追ってて、報酬の出どころは別々だ。つまり俺もあんたも給料そのままで、手間は半分ってわけだ。まあ、ごもっとも。俺は探偵としての聞き込みのノウハウを持ってる。そうかな。かたやあんたはこの町を俺より詳しく知ってるらしい。組まねえ理由はねえだ。キリュウちゃん、こいつ探偵としての聞き込みノウハウあんまないぜ。ないぜ。手を組むか。どうもこいつの本心は俺を見張りたいってことらしい。なるほどね。こう野生の勘が働いてんのかもしんないな。まあ組むか。悪いやつではないからね、こいつ。わかった。探偵のお頼み拝見と行こう。物分かりがいいじゃねえか。そんじゃあ捜査開始だ。まずはどっから行く？ホームレス狩りがあった付近の聞き込みからだ。オッケー、異議なしだ。なんかギウちゃんがレザージャケット着てるせいでちょっとターボーに見えてくるな。なちょっといいか。なんや、うん、数日前の夜中ホームレス狩りがあった。何か知ってることがあれば教えてもらいたいんだが。カイトをテーブラブル出すのやめなさい。ああすまん、そういうことなら力になれへんわ。この辺おるんは日中だけで、暗なったら移動しとるからな。嘘な世の中やで。まったく、いや怖いですよね。気をつけろよ。何かあったら赤目を頼れ。その辺のホームレスに聞けば誰か知ってる。うん、どうしたん。いやそれよりもうちの事務所をよろしくな。困ってることがあったら何でも言ってくれ。お腹にも兄も声をかけてくれよ。宣伝すな今。はあ、おい、いい加減なこと言うんじゃねえ。まだこっちに進出してきちゃいねえんだろ。え、八神探偵事務所が蒼天堀来るってこと。あんただって営業かましたじゃねえか。まあとにかく大きになる。どっちも覚えとくわ。ごめんなさい、なんかこんな言い合いして目の前で。いや他当たるか。次は仲良くしや、うん、現場の近くにコンビニがある。店員なら何か見てるかもしれない。ああこっちのコンビニね。よしよし、怖いの来ちゃった2人。悪い、少し聞きたいことがあるんだが構わないか。ああ何です。うん、最近ここらでホームレス狩りがあるのは知ってるか。ああ最近多いみたいやな。数日前の夜にもこの近くで会ってな。その時店に立ってたやつに話を聞きたいんだが。ああそれなら俺ですわ。ここ何日か夜勤やったんで。お、いいじゃないか、聞かせな。そっか、何か覚えてることないか。うん、そやな、覚えてることか。深夜なんか頭ぼーっとしてるしな、特にないかな。ぼーっとしてるからこそ何か起こったら気がつきそうだけどね。そっか。まあまあ兄ちゃん、何でもいいんだ。ちょいっと思い出してみてくれよ。ちょっとでもいいんだ。何かいつもと変わったことはなかったかい。様子のおかしい客が来たとかよ。様子の、ああそういや思い出したわ。うん、お、なんだ。深夜の何時くらいやったかな。いかにもチンピラって格好したのが 2,3 人入ってきたの。うん、うん、それで、でふとガラス越しに外を見たら10人くらい同じような可憐中がたむろっとったんや。怖い、うん、そいつらバットとかで武装してたか。いやそこまでは分からへん。ただ全員入ってきたら嫌やなと思ったな。いや嫌だよねそんなん来たら。あのゴリラみたいにガタイのいいやついなかったか。目の前に。ゴリラ、うん、んだよ。いやいやすんまへん。ゴリラか、そんな感じのは見なかったな。他に覚えてることはないか。そいつらがどっちに行ったかとか。今目の前にゴリラ2人いたらね、あとすごいもんね。大丈夫？すいません、それは分からんな。そっか、ありがとうよ。仕事の邪魔して悪かったな。おう、さ、次行こうぜ。目星、手がかりは得られなかったが、こいつの粘りが目撃情報を引き出したな。そうなよね、こいつなんか野生の勘みたいな確か持ってたから。カイトってなんか匂いとか目とか全部使うよこいつ。それが働いてんだろうな今。怪盗愛が働いてんだろうな。なんだよ、うん、いやお前が本当に探偵なんだなって思っただけだ。なんだよまだ疑ってたのか。そのなりで探偵は無理があるだろう。さあ行こうぜ。さあ一つ聞いていいか。赤目はなんでホームレス狩りを調べてんの。前に言わなかったか。
赤目の情報網はホームレスの協力があってこそだからだ。つまり結局のところ自分の利益のためってわけだ。トゲのある言い方じゃねえか。赤目さん自体今そこまで信じてないのか。こっちの依頼主はホームレス狩りに遭った被害者の家族だ。不幸中の幸いってやつで病院送りになったせいで家族に連絡がいって数年ぶりに再会できたんだと。ご家族の方はこれ以上犠牲者が出ないことを心から望んでる。そのためにはホームレス狩りの首謀者を突き止める必要がある。どうなんだろう。確かにそのホームレス狩り自体は悪いけど、ごめん、私龍が如くセブンをやったからこそ思うんだけど、無理に家族を見つけるっていうのはしない方がいいと思ってるよね。だから赤目には頼まなかったんだろうよ。どういう意味だ。いや別に深い意味はねえ。ほら聞き込み行かねえのか。まあ一番はね、家族の元に戻るが正解なんだろうけど、ホームレスの中にはそれができないっていう人を難波先輩から教えてもらったこともあるからさ。こうなんかチャラついてんのいるぞ。ちょっといいか。ん？なんかよ、数日前の夜近くでホームレス狩りがあったの知ってるか。ああ、それについて何か知らないか。おっさん、警察の人、おっさんっていうのをやめなさい。そんな風に見えるか。そうか、でもな、俺が話したってバレたら、え、なんか知ってんの？兄ちゃん、心配ならいらねえぜ。探偵には守秘義務ってもんがある。何を見聞きしようと、兄ちゃんが不利になりそうなことは一切他人に口外しねえよ。え、おっさん、探偵なん？多分、EXIT みたいな二人よな。守秘義務は探偵業法第10条っていう法律にしっかり定められてる。最近覚えたんだろうな、それ。おう、そういうことなら大丈夫かな。これから聞いたって絶対誰にも言わんといてな。実はな、ゲヘナの米屋さんから招集かかったっちゅうそれがおってな。ん？ゲヘナ？ん？ゲヘナ？何それ。もともとここいらを根城にしたハングレグループ。米屋さんはそのトップだかナンバー2だかで、その招集ってのはよくある話なのか。いや、ゲヘナは前はかなりイケイケやったんやけど、警察の摘発が入ったとかで解散したっちゅう話やった。あ、そうなんだ。せやから亀屋さんの名前聞くの久々やった。でな、そのスレっちゅうのが元ゲヘナやったんやが、久々にかかったその招集がホームレス狩りのためやったらしいの。ほう、それは確かなのか。それがそんな嘘つく理由もないからな。ただそういった土壇場で行かれへんようになった言うてバックレターやと。米屋ってのはどういうやつなんだ。いわゆる武闘派っちゅうか、確か一時期なんとかっちゅう団体で格闘家もやっとったかな。実物もえらいいかついし、がたいしとったわ。ゴリラちゃん、ゴリラみたいにか。なんで急にゴリラ出てくんねん。まあでもそうやな、そういう印象持たれることもあるんちゃうか。本人に言ったら僕殺されるやろうけど。ありがとうよ、助かったぜ。でもほぼ確定じゃない米屋で。まあ頼むで、絶対誰にも言わんといてな。うん、約束する。どう思う？今の話信じてみるか。どっちにしろ他に手がかりはね、当たってみよう。だな。けどよ、米屋ってのの居場所はわかんない。え、それこそ赤目さんに聞いたら。赤目に聞いてみる。へえ、そんなら間違いねえな。仕事はあれなんだね、信用してんだね。赤目さんのことは信用してなさそうだけど。どないした上流、なんか進展あったん？ゲヘナってのに聞き覚えはないか。前に蒼天堀で生きっとったハングレやろ。コメヤと金城のメンバーの半数以上パクられて解散したはずやで。コメヤと金城、どうやらそのコメヤってやつが、米谷ホームレス狩りを指揮してるらしい。一旦コメヤで行きますね。なんやて、あいつ確か運よく不起訴で逃れよったはずやのに、なんでおとなしくしてられへんねん。コメヤたちの居場所が知りたい。何か情報ねえか。せやったらニューモモコっちゅうスナックがある。あ、カラオケんとこですね。ゲヘナの連中が無理やり隠れ家にしとるみたいなんや。わかった、当たってみる。ほう、ニューモモコってスナックが連中の隠れ家らしい。そりゃすげえ、こんなにあっさり分かっちまうとはな。とっくに解散したハングレのたばり場まで把握してるとはな。
相手と通じてるんじゃねえかって思っちまうぜ。カイトダメ。何？いらんこと言わないの。なんだと？いや。ものの例えだよ。ほら、さっさと行こうや。うん、まあね、カイトの気持ちもわからんでもない。今はアカメさんっていう人間がどういう人なのかを知ってるからそれはないって言い切れるけど。お、これか。おっさ、今日貸し切りや。回れ、右して、はよ帰れや。帰りません。うん。米屋に用がある。ああ？何寝ぼけたこと言ってんねん。何様やボケ。ジョー。待てや、ご指名はわしやで。これ？ゴリラ？まあ、まあ、はじめましてやんな。なんぞご用で。うん。ちょっと礼が痛くてな。うちのホームレスたちがだいぶ世話になったみたいだからよ。ほう、うちのホームレスっちゅうのはどないな意味ですの。赤目って名前は聞いたことあるんだろ。うん。やっぱな、あんたが最近赤目んとこにおるっちゅう。おら、お前ら、何しとんねん、おもてなしの準備せえや。やるんですか。こっち、ゴリラ2名いますけど。うん。しらばっくれるかと思ってたが、あっさり認めたな。あんたはここに、を突き止めたつもりなんやろが、待っとったのはこっちやで。何？え？しらじらしい真似しやがる。うん。え？おう。上流さんよ。こんな奴らあんた一人で十分だよな。え、なんで？一緒に戦ったらよくな。何？え、なんで？わざわざ俺とあんたの二人がかりでやるまでもね。そうだろ。勝手にしろ。どのみちお前に出番はねえよ。かっこ、あいつ本当に吐けやがった。かっこいいこと言うやんか。途中で詫びれてももう遅いで。クソ、カイト、あいつ。あいつ何してんの？カイト。あいつどこ行った？あいつ、カイト。あいつどこ行った？ほんまに。もうランクなってんけど。カイト、あそこで立ち尽くしてるわ。もう腹立つわ。もうあいつマジで。おら。もう、人をゴリラ扱いばっかりしやがって。おら。ほら。あの見方めっちゃ腹立つわ。クソが。で、結局何だったの？こいつは俺たちを待ってたと言った。どういうことだ？お前にはまだ聞きたいことがある。待った。そいつの身柄を俺にあずからせてもらおう。うるせえ、オレンジゴリラ。ぼーっと見てただけの割には随分ずうずうしい話だな。上流さんよ。あんたの目的はホームレス狩りを止めることだ。そうだろ。だったら何だ。ならこれでもう目的は達成したはずだ。一方俺の方はよ、依頼人がこいつと会うことを望みなんだよ。譲ってくれても構わねえだろ。だとしたらお前も一緒に戦えよ。こいつにはまだ聞きたいことがある。とかなんとか言って、本当にそれだけか。ずっと俺の腹を探ってるようだが、こっちにはさっぱり心当たりがねえ。それに俺は周りくどいのが大の苦手でな。お、やるか、カイト。喧嘩だ。てめえの意見を通してえなら力ずくでこい。実はよ、俺もそっちの方が性に合ってんだ。やるか、オレンジゴリラ。お米や、待っとけよ、お前。さあ、今度は手加減なしだ。行くぜ。クソ、カイト、まさか。お前はよう。いや、カイトが強いの知ってんだよ。一日で、ほら、ためんな。あ、でもいいな、なんかやっぱり私このカイトっていう男はすごい好きだから、ぜひね、ジャッジアイズ見ていただきたいんだけど、この男のかっこよさっていうのはいっぱい見てきたからですね。やめろ！ほら、カイトやるぞ。見とけ、カイト。これが、登場界の竜の戦い方よ。いや、カイトもね、登場界の中ではだいぶな強さを持ってたけど、キリュウ・カズマはすごいぞ。いや、やっぱカイト・マサールも強くてかっこいいけどね。今回はキリュウちゃんの勝ちだ。へへ、楽しくなってきたな。そう思ってるのはお前だけだ。くん？島が悪いな。あ、もううっせえな。でも、え、タボーちゃん、出た方がいいんじゃん。出たらいい。別に隙をつこうじゃんって思っちゃねえよ。タボーちゃん、もしかして。お、東、今いいとこな。東かよ。何？なんであんたが。ん？ああ。
何言ってやがる、ふざけるんじゃ。いや待って、そいつは関係ねえ。え、東？ああ、わかった。わかったよ。え、どういうこと？え、教えな。悪いな、水差しちまって。いいから教えな。おい。何があった？東って弟分からの電話じゃなかったのか。何黙ってんじゃん、喋れ。一つだけ聞かせてもらえねえか。コメヤの身柄を渡せだの、質問に答えろだの、さっきから勝手ばかり嫌がる、そういう男なんです。悪いと思ってるよ。けどこれ、それもこれで最後だ。頼むぜ。そこのコメヤとあんたらがグルだったってことはねえよな。は？だから、この半グレどもを使ってホームレス狩りをさせたのが、実は赤目だったって線はねえのかって聞いてんだ。ん？お前は一連のホームレス狩りが俺たちの狂言だと疑ってたのか。なるほどね。赤目にとっちゃホームレスは組織の情報を漏らしかねないリスクでもある。用済みになった奴らを始末しようとしてたなんてことは。いや。ありえねえよ。そうか。そうなんだろうな。多分カイトの中でも疑ってはいたけど、このキリュウちゃんっていう人間をね、見て、違うって思ってくれると思うけどな。お前は依頼人からそう吹き込まれてたってわけか。おう。まあ、よくそんな話を鵜呑みにしたもんだな、探偵さんよ。泣き落としには弱えんだよ。そうだよな、お前はそうだわ。依頼人がよ、被害に遭ったっていうホームレスを連れてきてな。赤目ってのがいかに利己的か。どんだけ尽くしても利用価値がなくなったら、ゴミみたいに切り捨てられるとかってよ。今思えばそいつの仕込みだったってわけだ。うん。ホームレス狩りは赤目の自作自演。だからホームレス狩りの主犯を渡したら真相を隠蔽されちまう。そう聞かされててな。依頼人も涙ながらにすがってきやがったりしたもんで、俺はてっきり。いや、だから、あえてその、カムロ町から来たカイトを雇ったのかもしんないね。赤目っていう人物を知らないからこそ。悪かったな。すまん。あんたのことずっと疑っちまってた。いいよ。自分の間抜けさを棚にあげてよ。本当に申し訳ねえ。ああ。ようやく誤解が解けたことにホッとしてるよ。いや、カイトの本当こういうとこが好き。まっすぐでちゃんと自分が間違ってたと思った瞬間に謝ってくれるとこ本当に好き。で、さっきの電話がその依頼人からだったのか。おう。うん。俺の依頼人はゲヘナの人間だったみたいだ。ま、そういうことだろうな。東が連中に捕まって。人質にされちまった。なんであの子ずっとヒロインみたいなことしてんの。で、東を返してほしけりゃあんたを始末しろだとよ。東。周りくどい真似をしてたかと思えば、今度は直球できたな。あの子もなんで捕まってんの。向こうも計画通りいかなくて焦ってるんだろうよ。つまりその依頼人狙いは俺ってことか。どうなんだかな。で、どうするんだ。ニコじゃねえよ。正直、あんたとの喧嘩は悪くね。胸が躍るってやつだ。けどよ、だからこそこんなくだらねえ事情でしたくね。騙されちまったのは俺の落ち度だ。東のこともな。この上、くだらねえ命令に従って、あんたと戦っちゃ一つも筋が通らねえ。恥の上塗りもいいとこだぞ。いや。だがそれじゃ、東ってのがまずいことになるんじゃねえか。おう。依頼人とこに話をつけに行く。土下座でも何でもするさ。東だけでも解放してもらうさ。いや、ほんとかっこいい男よな、こいつ。お前はただじゃ済まねえぞ。だろうな。おう。ま、半殺しにでもすりゃ、向こうも気が済むだろ。迷惑かけて悪かったな。いや、キリュウちゃんも行った方がいいんでな。カイト。どうする？上流、どないしたん？ああ。ちょっと頼まれてほしいんだが、カイトって男の行方が知りたい。ああ、カムロ町の探偵さんやな。さすがだな、早いね、知ってるんだ。ちょっと待ち、目立つなりしとったし、追跡すんのは簡単や。おい、わかった。場所送るわ。助かる。じゃあな。そうだよな。キリュウちゃんもそういう男だもんな。世話の焼けるゴリラだ。キリュウちゃんもだよ。
場所がもうすぐ近くですね。ちょっと回復してから行こうかな。あの世話の焼けるゴリラと戦ってしまったせいで体力なくなってくから。